はい、皆さんこんにちは、うまい棒です。では早速今のは見なかったことにしていきましょう。いや寒いのでね、ちょっとその半袖のマンチェスターユナイテッドのユニフォームの上にこのユニクロのフリースを着てやっていきたいと思います。はい、ユニクロのフリースですよ。ではやっていきましょう。で今回やっていくのはですね、ちょっと初のリポートですね。とあるお菓子のリポートをしたいと思うのですが、今回はね、僕の名前にちなんで、このね、うまい棒、野菜サラダ味をリポートしていきたいと思います。はい。ではね、早速やっていきましょう。まあ、こんな感じとなってますね。よいしょ。顔が映ってしまう。はい、こんな感じですね。ふぅ。ちょっとなんかテレビがついてました。気づきませんでした、僕も。ついさっきまでマチモイ実況やってたのでね。まあ、しょうがないでしょう。ですね。では、食べていきたいと思います。あ、そうだ。ちょっと、粉々になってね、カスが飛んでっちゃうと思うので、ティッシュを引きましょう。よし。では、やっていきましょうかね。硬い。よし。はい、これがうまい棒野菜サラダ味ですね。うん。美味しいですね。若干やっぱり野菜サラダが入っているような感じ。いや、でもやっぱ、うまい棒ということでね、スティック感が強いですね。まあ何言ってるかわかんないんですが、やっぱ美味しいです。はい。いや、美味しいですね。では食べていきましょう。うん。ちょっと、賞味期限が2013年2月11日。結構長持ちしますね。それはいいことではないでしょうか。いや、美味しいですね。でもなんか、ともぐいって感じがしますね。うまい棒がうまい棒野菜サラダ味を食べてみたってなんか、ともぐいですね、完全に。あかんよね、これ。うん。もうリポート下手やな。でも美味しいんですよ、これ。もうリポートのしようがないくらい美味しいんですよ。これで10円って相当安いですよ。はい。うん、美味しい美味しい。完食しました。はい、完食しましたよ。いや、美味しかったです。これで10円は相当安いのですが、ちょっとやっぱ皆さんもね、まあ、食べてみるのはいいと思うのですが、一つ問題があります。それはですね、喉が渇きます。やっぱ歯とかにさ、くっつくじゃないですか、よく。歯磨きとかしても。だからやっぱり、うまい棒の横に牛乳をやっぱ、片手に飲むべきですね。うまい棒食べて牛乳飲んで、うまい棒食べて牛乳飲んで、うまい棒食べて牛乳飲んでって感じですね。まあ、このように今後も変なリポートですがやっていきたいと思います。では、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。こんなくだらない動画、続くかどうかわかりませんが、応援よろしくお願いします。バイバイ。ふぅ。